この釜でみんなで同じ飯を食うともうパワーになります。米は俺担当だからそのご飯のお供買ってきてって言ってみんな買ってきて、で僕は炊いて、でそれをみんなで食うっていうことをやってます。ほぼ毎日っすね。炭火で普通の炭じゃなく備長炭、火加減の調節はプロですね。手袋して中火で15分やった後に弱火で5分で20分蒸らして完成です。マジでうまいんすよこれ、マジでうまい。欠点これ2つあって、1個これを知ってしまうと他の米が食えない、でもう1つは食べ過ぎてしまって太る。あもうこれダメっすね、やんない方がいいな